そしてまだその謎はほとんどの部分が解明されておりません。早速、今日は9日目ということもありまして、警視庁の電記者に聞いてみたいと思います。電さん、今までのところのその捜査の状況をちょっと話してくれますか。はい、これまでの捜査の状況なんですが、この捜査といいますのは、この警視庁防犯部の少年二課というところに当たっているんですが、我々マスコミがこう振り回されるのと同じでですね、捜査当局としても本当にこの Q の意味が何なのかというところで非常に頭を変えているんですね。パフォーマンス型の、劇場犯罪であるとかですね、いろいろ言われていますが、とにかく目的とですね、この Q の意味が解明されないとですね、どうも捜査もその先に進まないと。それで現時点では捜査員を投入してですね、中学校の付近で聞き込み捜査及び目撃者探しなんかをしているんですが、今のところやはり決め手になるような手がかりは得られてないようですね。ああ、そうですか。447個というこの机ですね、これどうやって一つずつ運び出したんでしょうかね。はい、これはですね、やはりそのようですね。目撃者の、監禁されてしまった林さんという方の話ではですね、5、6人の若い男というのを目撃しているんですが、どうも5、6人で447個の机をですね、しかもこれだけの短時間に校庭に運び出すというのは物理的に不可能ですんでね。そうですね。どうも少なくとも数十人以上のですね、グループが校庭にいたんではないかと。なるほど。そういうふうに見られていますけどね。今短い時間でって伝さん言いましたけども、これは午前1時半から何時ぐらいまでかかったんですか。ですね、これ1時過ぎからですね、この林さんって方が表の気配がちょっと静かになったんで、自分でですね、縄をほどいて表に出て、そして校庭にこの Q が描かれているのを見てびっくりして110番をしたのが4時過ぎなんですね。ですから3時間足らずということになるんですが。なるほど。この間に非常に造形的にも見事と言いようの、しか言いようのないようですね、この Q を作っていったんですね。なんて言いましょうか、パソコン風と言いましょうかね、あるいはそのテレビゲーム風と言ったらいいんでしょうか。真っ暗闇でね、これだけのこう、造形をこう完成させるっていうのは、これ事前にやっぱり相当こう設計図を書いたりですね、何かしなければこれできないでしょうからね。そうですね。これもやはり工程にね、事前に線が書いてあったり目印があったりすればたやすいとは思うんですが、それでも犯行が行われたのは夜中ですし、そういう目印などもあった形跡はないということで、相当これは訓練といいますかね、事前準備がかなり練られていたんではないかと思います。そうするとそれだけの20人なり30人なりの大量の人間が、それだけ綿密な準備をして、でしかも短時間にこれだけのことをやってのけたと、なんか非常にこう計画性みたいなものを感じますね。そうなんですね。これだけ計画性があって、若い連中で大変指揮系統がしっかりしているグループだと思われるんですがね。なるほど。ですからそこまでして、作ったこの Q というのが一体何なんだろうというところが分かっていないんで、捜査当局としても本当に困った事件だなと、そういう状態ですね。この事件の後ですね、警察とかあるいはマスコミ、中にはフジテレビに電話があったなんていうことを報じたところもあるんですけれどもね、そういうことはなかったんですが、いろんなところにそのいわゆる愉快犯的にこういろいろ通告をしたということは事実なんですか、これは。そうですね、これは、先月の24日ですね、24日の午後にですね、学校側に封書で届けられた怪文書があったんですが、怪文書の中身はですね、ちょっと読んでみますと、この Q の意味を教えたる、光源氏プラス少年隊マイナス1暗殺などで書いてありましてですね、人気歌手グループの光源氏と、少年隊を攻撃する内容が書かれていたんですね。しかしですね、この内容を今読んでお気づきになられたかもしれませんが、例の怪人21面相がですね、グリコ森永宛てに出した脅迫文に非常によく似てるわけなんです。語調が似てますね。そうなんですね。それと字がですね、どうも鉛筆で書かれていて子供の字のような感じがすると、そういうことからどうもこの騒ぎに便乗したですね、悪ふざけじゃないかなという見方が一般的になってますね。なるほどね。そうですか。そうしてみますと今のところこの謎は一向に解明されていないということなんですが、どうもご苦労様。さて、今の話をちょっとまとめてみますと、まずこの事件の持つ謎というのはこのくらいに分類できるのではないかと思います。まずその1、
Q というこの机文字、これはなぜ、つまりどんな意味を持っているのかということですね。それからその2、運び出しに大変な3階の机を一番多く持ち出しているという、これもなぜなのか、謎が残ります。そしてその3、屋上にでも上がらなければわからないこの机文字、これをこの暗闇の中でどうやって作ったのかというのも謎です。そして、そもそもこの目的は何だったのか、Q という数字の意味とも通じるわけなんですが、こういったことが謎として挙げられると思います。さて、それでは CM の後はこの犯人像についていろんな方に推理をしていただきます。